エルカチャンネルのショーです。ワンピースのルフィの銅像、皆さん見に行かれましたか？ルフィの銅像が設置されてだいたい3ヶ月ほど経ちましたね。で、他の仲間の銅像も建てるっていう話で、各市町村がですね、争奪戦をやってました。で、3月19日にほぼほぼ確定の話があったみたいです。それで最終的に残った市町村なんですけど、もともと熊本大分地震があった時にひどかったところに優先して建てるっていう話だったんですよ。それで益城町と南阿蘇村ですねはほぼほぼ優先です。益城が最優先で、好きなキャラクターを選んでいいよみたいな感じになってました。で、まあ、次が南阿蘇村って感じなんですけど、それ以外にですね、あと熊本市かで西原村、阿蘇市、大津町、高森町、三船町、宇城市、宇土市、こちらが入りまして、10市町村が残りまして、うちはこれがいいっていうのを言うじゃないですか。ただどうしてもそれだと被るし人数足りないし、で4つの案が出たんですよ。で、1つ目は市町村の希望してきたやつですね。で、2つ目は地震の記憶や教訓を伝えるってことで、それに合ったやつってことらしいんですね。で、3と4はそのキャラクターですねの特徴が活かせるように、もしくは市町村の希望とは違うキャラも、あと設置場所を逆提案するよなどして決まったらしいです。益城町は3時で行くそうです。もうこれに関しては他の人と、あの市町村はもう入れない。だけもう3時は確定なんですよ。残る7人を旧市町村が取り合うという形になっております。いやー、これはルフィの銅像を見に行った時も言ってたと思うんですけど、南阿蘇村チョッパー欲しいな、チョッパーいいな。ということで、本決まりは来月の4月ですね。4月の中旬に決まるそうです。いや、楽しみですね。何がどう設置されても見に行きたくなるじゃないですか。で、そうなれば観光客とかも来るだろうし、村おこし、町おこしみたいな感じになるんじゃないんですかね。楽しみだな。これってストーリーがあるらしくて、この銅像を奥にあたってね。で、書いてあるのが、県は8キャラの像配置のタイトルを、麦わらの一味、火の国復興編とし、熊本こと火の国に上陸した8キャラが、被災地にエールを送る、
後のストーリーらしいです。いやーいいですね。うわーもう今から楽しみだもんね。全部見て回らなくちゃで、ね、さあということでですね、今回の動画はここまでです。さあ皆さんも楽しみにしてみるといいんじゃないでしょうか。俺にかかってこい。